チョイス。どうも、アクセラのタクト。シャちゃんと。はい。うーわ。はい、ということで今回でございます。皆さん、今日は心霊スポットです。じゃあ、ラッキー。雰囲気はね。雰囲気真っ暗だな。けど、違うんですよ。今日も地獄企画持ってきました。大手コンビニ4店舗。おにぎりコーナー全部なくすまで。俺もさ、ひげ。あー、マジで。やべ。あー、死ぬ。なんでやろうかと思ったというと、今7時半なんだよね。この時間でさ、コンビニとかさ、おにぎりとかも全部消耗期限ってあるの。切れたら廃棄処分なんだよ。もったいない、ね、もったいない。世界にはさ、食べられないことがいるの。それを捨てるという、もう無駄な行為をしてるんだよ、日本人は。いいね。だから僕は4店舗全部おにぎり買い占めてね、胃袋に収めたいと思います。素晴らしい。その4店舗とは、セブンイレブン、ファミリーマート、ピストップ、バーチャン、大手4店舗です。まあね、みんなが思いつくファミマにはここだと思うんです。それ以外にあんのかって。まあサークル検索ってあるけど、まああれはもうファミマにね、汚染されてるって言ってるから。汚染言うな。で、早速ね、最初はミニストップからやっていきたいと思います。どんぐらいいるか楽しみですね。待って、ほんとにいきなりさ、40とか来たの済むぜ。それではミニストップいきます。はい、いきます。それでは1店舗目、ミニストップです。それではおにぎり買いに行きます。ミニストップのミでタクの顔が綺麗に隠れております。はい、ということで全部買い占めました。もうやべ、こったいげんだってこれ。はい、それではこちら買ってきました。はい、それではとりあえずここに40個のおにぎりがあります。これ9時までなので、残りタイム時間が1時間半なの。これが1時間半で売り切れるなんて無理でしょ。これが廃棄される予定だったんだから、俺らはこれ食べます。食べよう。では皆さん、好きなものをやったぜ。これ食ってみたい。長い長い戦いが始まりましたね。牛ステーキ、牛ステーキ、これ牛ステーキ、みんな牛ステーキ。記念すべきまず1個。ああ、ご飯が来たら食えねえ。ツナマヨの毛穴処理して。アリンコたちが俺らのおにぎりだ。労働作業だ。敵の敵は味方って感じ。まあ、なんていうことでしょ、このホクホクのご飯。やべ、腹いっぱい。卵、醤油、納豆混ぜて、朝飯の3品混ぜましたよ。バカヤロ、お前140円で朝の3品セットが増えたんだ。本当に思う。このおにぎりは何という名前でしょうか。ツナマヨ。マヨネーズ。正解はツナマヨでした。違うだろう。ラストの1個です。しかし俺が持っている。俺も持っている。僕はありません。ラスト3つ目です。帰りたーい。帰ったら牛丼あんのよ。別腹だろ。別腹だろお前。ご飯食ってまたご飯食う。おーい、おい、やりますか。何が言いたいか言ってないんですよ。はい、ということでおにぎり40個食べ終わりました。イエーイ、余裕だわ。まあでもやっと1店舗まだ笑顔で終われたよ。次いきましょう。はい、それでは2店舗目どうぞ。早速買い占めていきたいと思います。よし、 OK、 20個です。はい、ということで2店舗目ね、ローソン20個半分ずつあったから、まあ、20個は余裕っしょ。ねえ、なんでこういう似たようなのあんの。今日食うおにぎりで俺ら1店舗回転できる。おにぎり専門店。うどんビチャうまいな。納得する。なんかイエーや。猫だ。猫もうまそうに見えてきたぜ。納得せんだけど。なんでお前俺のこと。これぐらいの。ごめん、たまに。そうか。おにぎり全部おにぎり。警察来ようと思って。はい、ということで、無理ですね。無理ですね。時間的に今の時刻10時40分なんですよ。あと20分で歩道ですね。あと胃袋燃え尽きません。あのね、ちょっと舐めてた。本当に舐めてた。いけるって思ったけど、10個とかね、それぐらい手伝うと思ったんだけど、まあ、スタートで40個っていう。俺らの予想超えたよね。だから今回はもう言いたがらないんだけど失敗です。4店舗なんて大口叩きすぎた。でも失敗っていうよりは次につながる。絶対マジでリベンジするんで。リベンジは朝からやってコンビニ5店舗やります。風を切って走ってゆく希望の街へと。